こういう土手に、生息している、モンキチョウという蝶々についてね、取り方を取れたらなと思います。早速ここにモンキチョウいますね。はい、取れました。はい、モンキチョウです。こちらオスですね。ここだいぶ結構綺麗な新生虫で素晴らしいですね、これ。ちょっと待てよ。いやー、ちょっと雨が結構降ってきました。これですね。これがモンキチョウという、こちらもシロチョウ科の蝶々です。羽を広げるとこんな感じで、とっても美しい蝶々ですね。身近にいる蝶々ですが、僕は大好きな蝶々ですね。モンキチョウのメスは白っぽくて、たまにモンシロチョウとかに間違えられるんですが、そういう蝶々ですね。これモンキチョウです。お願いします。シロツメクサという、モンキチョウの食事植物になりますね。食事植物っていうのは幼虫が食べる葉っぱのことですね。こういうシロツメクサ、いわゆる四つ葉のクローバーが取れるやつですね。こういうシロツメクサというマメ科植物を食べます。では、水中を狙って、こういう土手を練り歩いていきます。今回使用する網はもちろん、緑色のでかい網です。じゃないかな。こうやってね、休眠植物がたくさんあるわけです。モンシロチョウが飛んでますね。モンシロチョウも、今回狙っているモンキチョウと同じシロチョウ科に属するチョウチョウです。ギシギシですね。小型ルリハムシっていうハムシが、ベニシジミです。小型ルリハムシっていう、ハムシの仲間が食べるタデ科植物ですね。ここに今幼虫がいるんですよね。この黒いイモムシが、小型ルリハムシの幼虫です。こんな風に幼虫が食べた跡が、見られますね。成虫今いたな。成虫は、ルリ色で、とても綺麗な甲虫ですね。さあ、モンキチョウちゃん出ておいでー。いつもだったらすぐに見つかるんですが、ちょっと今回は雨上がりなんで厳しいですかね。モンシロチョウは飛んでますね。こんな感じでモンシロチョウは飛んでます。モンシロチョウはもう簡単なんですよね、取るのは。かわいそう。ちっちゃ。なんだこのモンシロチョウ。モンシロチョウだよね。モンシロチョウです。お願いします。モンキチョウっていうチョウチョウはですね、土手によく見られるチョウチョウでして、なぜ土手に見られるかというと、こういうシロツメクサ、食草が多く生えてるからというわけですね。なので、モンキチョウが多く見れやすいというわけです。ただ飛んでませんね。モンシロチョウばっかりしか飛んでません。今回もがっつりとこの捕虫網の方でがっつり捕まえたいと思います。飛んでないですね。モンキチョウを捕まえていきたいと思います。今早速飛んでるので、捕まえたいと思います。捕まえました。オッケー。はい、オスですかね。
では、取り出して、じっくり観察をしましょう。これです。モンキチョウです。こんな感じの黄色くて綺麗な蝶々です。なぜモンキチョウかというと、ちょっと待ってくださいね。まあこれですね、黒い門があるんですよ、ま、あの全身にね、前羽にこの黒い斑紋があるので、門、黒い門なる黄色い蝶ということで、モンキチョウです。はい、いやー、いいですね。これがモンキチョウです。はい、ちなみにオスですね。はい、まあオスはこの黄色で、黄色の蝶々です。でメスは、白っぽい色をしています。まあメスも黄色いメスはいるんですが、まあメスの場合は白い個体が多いです。でオスは黄色いというわけですね。はい、こういった蝶々です。では逃がしますね。バイバイ。楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。